マイクロ to マクロ。マイクロ to マクロ。マクロ to マイクロ。マイクロ to マクロ。マイクロ to マクロ。マクロ to マイクロ。マイクロ to マクロ。マイクロ to マクロ。マクロ to マイクロ。マイクロ、マイクロ、マイクロ、マイクロ。マクロ to マイクロ。マクロ to マイクロ。マクロ to マイクロ。マクロ。こんにちは、マクロトゥーマイクロのお時間です。この番組は日々の暮らしの中で湧き起こる問いや思いなど、さまざまな話題をテーマにマクロの視点とミクロの視点を行き来しながら語り合う番組です。ビッグファミリーファームのようちです。はい、風紀工房と風紀書房をやっている富田貴文です。イラストレーターとパーマカルチャーデザイナーの河村若菜です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、もう渦月に入りまして、そしてグレゴリオ暦でも6月に入ったところだと思います。今日は満月で虫の日虫の日だと思いますけれども、まあ、収録は4月に行っております。で、今回のテーマというか、ちょっとね、保養の話を聞いてみたいなと思って、うん、ちょうどね、私が選挙、前回のテーマは選挙だったんですけど、選挙で、まあ、忙しくしている時期に、中は、新潟の風フェスっていう保養のイベントに行っていて、その話をちょっと聞いてみたいなと思って。はい。はい。はい、わかりました。保養ね。まず、保養ってなんだろうっていう感じがあると思うんですよ。うんうんうん。なので、そこだけ話しとこうかな。うん、みんながスッキリする状態から話せるといいかなと思うんで。うん、うん、保養活動。まあ、僕が、まあ、こういう取り組みを知ったのは、東日本大震災、福島第一原発事故の前の、だいぶ前の2004年とかで、チェルノブイリの原発事故が1986年にあった後に、うん、まあ、ずっとその時期も継続して、うん、その、まあ、いわゆる汚染地帯っていうかさ、それはある程度のこれぐらいだと汚染と言いますよみたいのもあるけど、本人が放射能があるなって思っている地域にいる人たちを家族とか子供だけ、ある一定期間日本で受け入れてる人が結構いて、うんうん、特に自然が多いね、北海道とかもまあまああるんだけど、僕は名古屋でそういうことを知って、うん、その時はよく疎開、なんていうのか、一時、なんていう、疎開活動、疎開保養とか呼んでたけどね。うん、あと、転地療法とかね。転地、場所を変える、うん、放射線の少ない場所に、で、マイナス4の多いような場所にいて、体の中の放射性物質を出して、免疫を高めて帰るみたいな。うん、まあ、そういう活動が2011年以降、全国で始まって、もう、ね、うん、団体数で言ったら100以上多分あると思うんだけど、うん。うん、保養活動っていう風に大きくくくっていて、で、形態としてはいろいろあって、みんなで本当にキャンプする、保養キャンプみたいなのもあれば、うん、いわゆる一つ大きい宿舎的なね、とことか旅館とかを借り切って、そこに、福島県、栃木県、茨城県、千葉県、ね、東京、いろんな神奈川とか埼玉とか、いろんなところから、まあ宮城とかね、いろんなところから家族を招いてたり、子供だけ招いて、まあ1週間過ごすもあれば、2週間過ごすとこもあれば、本当1泊2日みたいなところもあったりするんだけど、うん、まあそういう活動全般保養活動って言いますね。で、そこでやってる内容も本当にそれぞれの目的とかやれることで違うので、いろんな種類、うん、はい、ざっとまずはそんなとこまで、うん、
シェアしてみました。結構ね、311の東日本大震災の後は、過去各地で保養を企画するところがあって、私の友達でも何人かそれぞれに保養キャンプやったりとか、まあ、なんだろう、ワークショップみたいな形で、そういう学習会みたいな体裁で、うん、保養をやったりとかね、いろんな取り組みがあったんですけど、ちょっとね、コロナ禍に入って、まあ、だんだん、時間が経つにつれて、そういう活動を継続していくのが難しくなったりとかして、少しずつ減っていったのもあるんですけど、いよいよコロナ禍で、それが結構、バーンと、休止するみたいな状態になってたので、今回ね、カゼフェス、新潟でやるって聞いて、あ、なんかまた再開するの、大して何も支援とかもできてないんだけど、あ、そうやってまた続けてくれる人がいるんだなと思って、すごい嬉しかったんですけど。カゼフェスっていうのはもう結構長くやってるよね。うん。2011年からかな。で、今は年2回。春というか4月末ぐらいと10月末ぐらいみたいな形で、新潟の阿賀野っていう、まあまあ北のまあまあ山に入りかけぐらいの、うん、まあ、福島県もそんな遠くはないところにある、うん、自然体験少年自然の家っていうところで、うん、続けてる活動ですね。なんかね、九州からだと土地感がなくて、新潟と福島の距離感がよくわかんないと、隣に行くような感覚なのかな。まあ、あっちっていうか、日本地図の中で、東、関東を越えて東、北に行けば行くほど、隣っていうのめっちゃ遠かったりするから、うん、隣だけど隣の国って感じ。うんうんうん。でもまあ、それを、その土地を、感を生かして、うん、その、放射線量はだいぶ下がっている場所だけど、うん、で、車で来れるっていう意味では、車でまあ1時間かけて来る人もいれば、うん、ね、岩手みたいな、太平洋側の人たちはもっとかかると思う。うん、まあ、それでも、車で来れる。自分たちで来れる。家族で移動しやすい車で来れて、うん、で、1泊2日にしてるんですね、カゼフェスは。ああ、なるほど。結構関西とかでやってたり、僕も海旅キャンプっていうのを岐阜でね、うん、続けてるけど、は1週間とか過ごすんだけど、うんうん、まあ、そこもやっぱ目的と可能、やれること、それぐらいの移動だったらできる、2日間だったら大丈夫っていう人が、まあ主に来てる感じ。うん、で、西日本の保養にも行ってるけど、カゼフェスにも行くっていう人もいる。で、重要なポイント、その一ついろいろあるんだけど、大事なポイントの一つは、うん、なんていうのかな、医療界の中に、まあ、ハラスメントまで行ってる場合も僕はあると思うけど、圧力もあるし、バイアスもあるし、うん、政府の指示もあるし、うんうんうん、なんていうんだろうな、なるべくその被害を小さく見せたいっていうのはあると思うのね。うん、で、あと、そのために測れない、なんか測定できない、なんか診療してもらえない、まあ、具体的に言うと心電図検査とか、うん、尿検査とか、うん、甲状腺検査とか、うんうん、視力検査とか、あと歯の検査とかで、うん、まあまあ影響を見れたりする部分があるのね。うんうん、まあ、いくつかの検査結果とかをさ、見て推察して、いろいろ見ていくわけだけど、まあ結構セシウムがおしっこから出るとかさ、あるし、2011年ぐらいに形成された歯の部分に異常があるとか、甲状腺にいくつかのちょっと気になるところがあるとか、それが増えてきてるとか減ってきてるとか、うんうん、そういう経緯を寄り添って見てもらえるっていう場がなかなかないから、うん、まあ、そこを元っていうか看護師をやって、いて今はホメオパシーの
新潟の、グループをやっている大江真由美さんと大橋康隆君って2人が最初立ち上げて、うんうん、今2人は事務局っていうスタンスなんだけど、うん、まあ、そこで本当にいろんな医療関係者に働きかけて、主に新潟のお医者さんとかに働きかけて、うん、じゃあやりましょうってなって、その、うん、1泊2日の中でいろんなその健康検査や診断が受けれるっていう時間を取り、おお、へえ、いろいろ生活に持ち帰れる知識の共有のお勉強の時間があったり、みんなで飲んで交流する時間があったり、うん、鍼灸とかコニャクシップとかいろんなそのマッサージを受けれるみたいな癒しブースっていうのを作って、診療を受けたり、そういう癒しヒーリングな施術みたいなのを受けたり、カウンセリングしてもらったり、で子供はもう外となんか体育館でもめっちゃ遊ぶみたいな、子供が手離れると、あの親がなんていうの、そういうゆっくり診断してもらったり、施術を受けられたり、いろんな相談する時間が取れるみたいなデザインでやってるかな。へ、えー、すごいね。一泊二日だけど盛りだくさんな感じだね。うん、まあやっぱりこれも手探りっていうかさ、俺が言うことでもないけど、うん、やっぱり立ち上げて、もう12年になるわけですよね。そうだよね。で、間が空いたりはするにせよ、うん、毎回こうやってみて感じたことをやってみて、こうで、で、人が、こういうことができる人がいるからこういうふうにしようというのをやっていく中で、うん、だんだん型ができてきて、またそこにね、僕もそうだけど、関西からも今だいぶ10人近く、スタッフで行ってるんだけどさ、なんかそういう人たちが入ってくることで空気もすごい変わるし、うん、やれるこの多様性も変わるから、うん、まあ、例えば具体的には60人分とかの食事を作るわけだけど毎回、うんうんうん、なんか食事班っていう風に固定しないで、うん、ご飯はこの人たちに頼む、朝ご飯はこの人たちとこの人たち で昼はこうしようみたいに、なんか考えもしなかったけど、それいいねって今回初めてなったりとか、うん、うん、なんかね、やりながら型ができていく感じだよね。でもなんか大事にしたいことは変わらないみたいな、一人一人の声を聞いたり、その人が普段できないことをできる場所にしたり、でやっぱりちゃんと測れるようにする、測るっていう、本来医療界がね、俺らが頑張ってやらなくても普通に病院で見てもらうってことができない状況っていう中で、うんうん、自分たちがやれることをその場で作るっていう、うん、はすごいぶれない感じだよね、うん、はい、そんな感じで僕は毎回いろんなことをやってきてます。会場はじゃあなんか体育館みたいなところでやるのかな。その少年自然の家は、うん、っていうの、1階に大風呂があって、うん、で2段ベッドが4つとか2つとかある部屋が1階と2階に10個ずつぐらいあって、家族やスタッフは泊まり、談話室みたいなのもあり、それぞれの部屋をなんか検査の部屋にしたり施術の部屋にしたり、で体育館は今回はもうただ遊べるみたいな、バドミントンやったり追いかけっこしたりリレーしたりドッジボールしたりしてたね。外ももうすぐ森だから外でも遊べるし、向かいに川があるからそっちに行けるみたいな。ああ、なるほど、うん、自然の家でやるんですね。そうそう、あの、なんていうの、ああいうボーイスカウトの人たちとかが使ったりしてるのが一番多いんじゃないかな。うん、うんうんうん。まあ、そこに、うん、趣旨を説明して理解してもらって、すごい安い利用料で使わせてもらってるって感じ。うん、いいですね。泊、うん、まれるしね、食事作ったりも大きな鍋があったりとか、そうそうそう、子供たちも思いっきり遊べる環境があるし、うん、なるほど。なんか多分参加者となんか結構話聞いてると、なんか参加者とスタッフのなんか垣根も結構なんか、ないのかなっていうか、もちろん準備とか、いろいろ、迎えるにあたってしてると思うんだけど、なんかその料理の話とかを聞いてたりとか、
なんかすると、結構、垣根のない感じの一泊二日なのかなとかも思って、その、まあ他の地域からスタッフとして参加する人にとっても、なんかいろんな気づきだったりとか、なんかあったのかなと思っていて、で、今回最初さ、タカさんさ、息子さんと一緒に、なんか参加したって言ってたじゃない、うん、なんか、まあ私も知ってるんだけど、なんか、テルアキ、名前出していいよね。あの、テルアキは、なんか、初めてなったのかな、こういう場所に行くのは。なんか、聞いてみたいなと思って、なんか、どんな感じだったんだろうと思って。うん、そうだね。こういう場所ってことで言うと、うん、イベントとか祭りとか、うん、まあ、俺が主催したり、誰かが主催する、なんていうの、大人もいれば子供もいるし、うん、いろんなポジションや性別の人がいる場所は、うんうんめっちゃ経験してるかもね。うん、風呂敷、古本市、味噌とか、うん、味噌作りの場とか、うん、なんか、うん、みんなの田植えとか、まあ、花屋っていう場所がもうぐちゃぐちゃだし、そこにいるし。うんうん、で、保養は、産後2ヶ月の時に実は3人で行ってて、うん、俺一人で行くのに3人ごと行っちゃった方が俺は介護しやすいっていうので、全、なんか、うん、家族と、カゼフェスの、なんていうの、スタッフと世話と家族もいっぺんにやってたことがあるんだけど、テルアキはそれ以来かな、カゼフェスは。2ヶ月の時に行った以来とか。そうそう、だからすげえ大きかったね。面白いね。大きくなったよね。歩いてるし、喋ってるし、みたいな。福島県内のいろんなところからね、当時を知ってる人たちも、わあ、大きくて。うん。うん。まあ、あれだよ、テルアキは、まあ、やったことで言うと、一緒に60人分の味噌作りをして、その後は、60人分の味噌汁を、明日の朝の、翌朝のための60人分の味噌汁なんて、沸騰するのにめちゃくちゃかかるから、もう、夕ご飯食べる前に仕込んで、煮込み始めないと、とか思って、それを一緒にやる。たのがメインかな。で、テルアキは、てか俺にとってありがたかったのは、やっぱ味噌作りは普段すごい一緒にやってるから、うん、のアウェー感もないっていうか、うん、たらいを出した途端もうホームみたいな感じで、テルアキがじゃあこすっからね、みたいな。そこに子供たちがガンガン入ってくるんだよね。テルアキがガンガン入ってることで、なんか、幼稚が政治団体に入ることで、作ることで、うん、僕らがそこに入りやすくなるのと一緒で、うん、子供だらけだ、うんうんうん、じゃあ、もうこぼすなって言ったじゃんとか言いながら、みんなバーッとか麹も、うん、すごいスムーズに。なんか子供がそうやっていくと、大人がほぐれやすくなる感じがする。大人だけでやったとこに子供が入るより、子供がバーッて言ったとこに大人が入ると、すごい、うんうん、あっという間にできた。すごい楽だ。うん、で、味噌汁も野菜を切ってたら、テルアキも切るってなって、っていうか、テルアキが切るぐらいになって、分かった、じゃあ俺は違うことをするから、お前、しといてって、ほうれん草とかいろいろ切ってたら、それを見て、うん、私もやってるのと言って、福島から来てた女の子が、うん、上のやるってなって、うん、じゃあ僕もみたいになって、その弟が入り、その弟が入り、テルアキは6人いたよって言ってたね、後で聞いたら。6人いて、タカ入れて7人でやったね、とか言って。そうだな。で、子供たちと作る味噌汁が翌朝大好評みたいな。うん、まあ、テルアキと一緒にやったのはそれ。で、テルアキは最初は俺としか体育館で遊ばなかったけど、だんだん他の人とも他の子とも遊ぶようになり、うん、2日目の昼ぐらいには、タカもういいよって言われて、いいよ。様子見。もう着陸できたみたいな感じになったのかな。うん、で、なんか、すごい、なんていうの、もう、小学校高学年ぐらいの子供も混ざって最後は、うん、なんていうの、あるスタッフの人が最後感想
で言ってたけど、最初はバラバラにみんな遊んでたけど、うん、別にこれがいいってわけじゃないけど、うん、最後は本当に全員で体育館でだるまさんころんでやってて、それを見てガッツポーズ出たんだよねって言ってて、うん、なんかそういうの素敵だし、あとで昨日ぐらい、なんていうの、なんかこの風フェスから帰ってきて、まだ俺は消化中なんだけど、感情体験で消化の途中で昨日ふって思ったのは、うんうん、やっぱり命を大事にしよう、何ができるか分かんないけどそのためのことをする場所っていう緩やかな括りで作った場所の中に言うと、うん、子どもたちは多分そのエネルギーをすごい感じるんだろうなと思って、うん、なんかすごい安全安心で楽しめる場で楽しんで、それぞれがなんか不安が減っていくみたいな感じ、一泊二日の中でもすごい起きるんだなっていうの、うんうん、そう、なんか寺明が消化の時間を取ろうと思って絵日記を昨日一緒に2人で書い、2人っていうかエリと3人で書いてたら、味噌汁のための野菜切ってる絵を描き始めたんだけど、寺明がまず野菜切って、うん、だからその寺明と何々女の子が手つないでるのって言って、エリが手つないでたの、いやつないでなかったけどつなぐ感じに描くのって言ったら、その横に俺が手つないでて、その隣にまた男の子が手つないでて、7人で手つないでる絵を描いた。だからやっぱ彼が味わったものはそういうものだったんだなと思って、みんなで手をつないで味噌汁を作ってたっていうにしたくなる気持ちで入れたっていうのは、いやなんか雇用っていうもののポジティブなエネルギーの部分をすごい今回体感できたなと思って、美しい雇用っていう取り組みがすごく美しいものなんだなっていうのをなんか受け取れた感じがしてますね。うんうん。そう。なんかその雇用に来てもらうっていう受け入れる側も雇用されるところがあるよね。うんうん。なんか社会の雇用になってる気がするよ。大きく言っちゃうとね。うんうん。まああとはそれを学ぶ。それってどういうことなんだろうっていう、うんうん、大事にし合うって簡単に言うけどさみたいなとこもあるわけ、うんうん、なんかそこもやっぱり身をもって学んでいくっていうか、うんうん、そういう感じはあるね。やっぱり実際に一緒に過ごしてみることで時間が経ってそうやってね、もうたかいもうあとは自分で遊べるからいいっていうぐらいに心通う友達がすぐにできるっていう体験も、やっぱり大きくなってからもね、うん、なんか自信につながったりとか、そういうこともあるだろうなと思うし。うん。うん。いい旅でしたね。そうですね。まあ、消化中だとは思いますが。うんなかなかね、もうやっぱり企画していろいろとね大変なので続けていけないって言ってあのやめちゃう団体も多いんだけど、そういうことをね国がちゃんとサポートできるような仕組みね作れたらいいなと思うし、あの私この前あのスリーリングスのもう一つの番組のねトンネルで、あの、森田俊也さんとトークしたんだけど、そのトークの中で自分が被爆三世だっていうことに気づいて、やっぱりまだちょっとその森田さんがやってるアンケートはできてないんだけど、そっか、自分も被爆者として、こう、体に起こってることって、やっぱり、もうまあ、誰が被爆者なのか被爆者じゃないのかわからないぐらい世の中にね、放射能は溢れてるのかもしれないけど、うん、その保養っていうのがすごく今から大事で、だなぁと思うから、その文化をね、繋いでいくためにも、こうやって風フェスとかね、続けて活動してる方のことも、あの、注目していきたいなと思ってます。うん、なんかホームページとかもあるのかな。なんとも言えなくて、すーんとさ、うん、雇用って言葉を厚生労働省は使いたくないみたいな話がまずある。ああ。
で、保養に行くっていうことをあんまり周りの人に言えない人もいるの、いっぱい。バッシングされたりする、移住しても後からすごいバッシングされてたりする人もいるし、うんうん、なんか表に出しにくいんですよ。保養っていうものが知られにくいのはすごい出しにくい、うんうん、で、まあ、その中で宣伝ですけど、6月18日の日曜日に風フェス関西マルシェっていうのを、うん、大阪の南の方でやります。まだか、まあ、この時には出てきてると思うから、うん、風フェス関西マルシェ、俺もそこにいるし、そのマルシェでお金を集めて関西、うん、保養で来てもらう活動を始めたいっていうふうに、まあ、新潟の風フェスに通っているメンバーみんなが何人かで立ち上げた風フェス関西っていうのはね、うん、ちょうどそのマルシェが6月18日にあります。なるほど。それもまた、なんか概要欄とか、スリーリングスのブログでもね、紹介できたらいいですね。うん。あとね、ちょっと時間的にあれですけど、うん、保養カフェっていうのを始めました。関西の保養ネットワークっていうのがあってね、保養館って言うんだけど、うん、そこに、親縁隊っていう関西の保養団体に、風呂敷古本市の旅に、親縁隊カフェっていうのを出してもらって、カンパを集めてるんだけど、うん、そこに、関西の保養ネットワークに関わってる方と、たこ焼きキャンプっていう明石でやってる保養を、が来てくれて、うん、話がすごい盛り上がって、うん、とりあえずカフェをやりましょう、ここでって言って、うん、保養カフェっていうのを6月11日と、7月の9日に僕の主催で企画立ち上げました。うん、夜は僕いないけど、5時オープン、9時クローズの保養バーっていうのをやります。保養団体やってる人が癒されてます。うんうんうん、で、それを両方花屋でやるんだけど、中津の。うん、2階に原発保養ライブラリーっていうのを作って、僕とか、その親縁隊の由美さんが持ってる本を集めて、本棚を作ってるんだけど、うん、そこにそのたこ焼きキャンプの方がどっさりまた本を持ってきてくれて、まあそれ、僕、本棚作りはこれから5月はやるんですけど、はい、充実の原発保養ライブラリー、見てもらえるし、保養カフェとか来てもらったら、その本の話とかも聞けるんで、うん、ぜひ、そういうところからつながってもらえたら嬉しいです。いいですね。また話が長くなるけど。長崎のね、被爆医師の、永井隆先生っていう方も、自分のところの隣にね、みんなでお金を出し合って、小さな図書館を作って、家がね、焼けて、本も何もない子供たちに本を読んでもらいたいって、こう、本を集めて図書館をやっててね。で、それが今となっては、永井隆記念館となって、2階にはまさに保養ライブラリーみたいな感じで、図書館ができてるから、そういう場所がね、あちこちにあるといい、うん、いいですね。うん。はい。今日はね、保養の話から、いろいろとお話聞いていきました。今回も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組への感想、質問、こんなテーマで話してほしいなど、info@3rings.shop へ皆さんからのお便りもお待ちしています。ではまた次回新月にお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。